はい、どうも皆さん、こんにちは。レアブログチャンネルです。今回は、理想の筆箱を作ってみようという企画です。なので、まず動画の構成から説明していきますね。はい、動画の構成です。まず、筆箱の機能を説明していきます。どこに何が入るかなど説明していきたいと思います。そして、それに合う入れるものをですね、決めていきたいと思います。そして、完成します。そしたら、総額はいくらかみたいな感じでね、エンディングを迎えていきたいと思います。じゃあ、まずね、筆箱の機能を説明していきたいと思います。今回使う筆箱は、シーサーとノーマディックのコラボ筆箱です。まあ、これはね、2000円ぐらいします。まずね、これを使っていきたいと思います。まず説明ですね。ここに消しゴムとか小物を入れる場所がありますね、ここに。そして、ここにはね、ペンとか何でも入れられます。そして、ここにカバー付きのね、大事なペンとかを収納できます。そしてこちら側にも定規とか、まあ、コンパスとかをね、収納できるんじゃないかと思います。じゃまずね、ここに合うものを決めていきたいと思います。まずはね、消しゴムから決めていきたいと思います。消しゴムをね、ちょっと選択します。まあ、こんな感じでちょっと出していきたいと思います。まあ、消しゴム自分はそんなにね、集めるタイプじゃないんで、そんなに持ってないんですけど、まあシードとかがやっぱ多いですね。シードとか。物はそんなに自分好きじゃないんであんま使ってないですね。まあこんな感じですね。まあ一個ずつ説明していきたいと思います。まず、このシードのレーダーなんですけど、これはですね、この20周年のリミテッドエディケーション版というもので売られてました。まあ、こんな感じで中にね、詰め込まれていました。まあでもこれは、まあシード、あんま変わんないかな。消し味は普通のやつと。で、クリアレーダーなんですけども、これ。もちろん論外なんで、これはさすがに入れません。それで、物消しもね、そんなに自分使わないって言ったんで、あんま入れませんね。富士山消しゴムも、ちょっとね、ダサいかなっていう、この赤の色に合わないかなっていうのがあります。で、この、炭の消しゴムなんですけど、これは炭の匂いがものすごくて、ちょっとね、さすがに、筆箱の中が炭になっちゃうんで、ちょっとあんま入れないように。これは、まあ、かっこいいんで、これとこれ候補ですね。これとこれはマジで候補です。で、これはですね、本当に伊勢神宮の木を使ってて木の匂いがすごくて、あん筆箱に木の匂いついちゃうかなっていうところがあってあんま入れたくないんです。でもこれって実際、もう本当にこれ紙なんですよね。こんな感じで。もうほとんど紙なんですけど、木の匂いがすごいんで、あんまり筆箱には入れたくないかなっていう感じです。なので今回は、まあ、こちらの二つに絞らせていただきました。続いては、まあ、ね、小物をね、決めていきたいと思います。はい、決めていきます。まず、写真ですね。自分は 0.5 と 0.7 をよく使うんで、まあ、このね、愛の 0.5 と 0.7 を使っていきたいと思います。続いては定規です。定規は、まあ、よくこのね、アルミのやつを使うんで、まあ、これを使っていきたいと思います。付箋は、ま、こんなに入らないんで、まあ、この緑をね、使っていきたいと思います。まあ、これはですね、ちょっとさすがに、面積が大きいので、ちょっと筆箱には入れられません。それで、まあ、これ、修正テープなんですけども、黒がね、筆箱に似合うと思うんで、黒を入れていきたいと思います。ハサミですね。ハサミは、まあ、これね、コンパクトなんですよ、こんな感じで。なんで、ハサミも入れていきたいと思います。次は、まあ、これコンパスですね。コンパスは絶対に持っていかなきゃなんで、まあ、これはね、絶対に持ってきます。まあ、こんな感じで小物がね、決まりました。続いては色ペンです。まあ、色ペンは中学生になると、まあ、最低でも、赤、青、緑、オレンジとかこんな感じで、まあ、4色はね、多分必要だと思うんで4色選んでいきたいと思います。まあ、今回は10スタップをね、選んでいきたいと思います。10スタップ、まず赤。緑。で、まあ、青。まあ、オレンジ、この4色で決定します。まあ、入れる場所はあるんで、この4色で、まあ、ね、色ペンの方はね、決定しました。まあ、ね、そんなにたくさん持ってないんですけど、まあ、次はシャーペンを決めていきたいと思います。まずシャーペンなんですけど、まあ、ね、ここに入れる4本をね、決めていきたいと思います。まず自分がね、よく使うのは、この、薬杉工房 K のね、シャーペンは、まずこれは絶対入れていきたいと思います。1本目決まりました。2本目は、まあ、こんな感じでね、かりんてゆき工房説のこれをね、入れていきたいと思います。まあ、3本目は、ロットリング800ですね。まあ、これはね、ここをやるとタッチペンとしても使えます。で、4本目は、やっぱりね、これは壁っこスペシャルかな。まあ、壁っこスペシャルを入れていきたいと思います。
あ、こんな感じね。一旦、ここにね、入れる4本を決まりました。まあ次なんですけど、まあここに入れる4本は決まったんですけど、まだね、こちら側が空いてるということなんで、まあこちら側に入れる、まあね、5本ぐらいを決めていきたいと思います。まず1本目、ズームですね。2本目がヘキサゴンで入れていきたいと思います。3本目は、まあオレンジネロ入れていきたいと思います。4本目は絶対これは外せません、さすがに。パイロット S20 をね、入れていきたいと思います。まあ一応この4本はまあ確定で、あと1本はね、カランダッシュをね、入れていきたいと思います。で次は筆箱に収納していきたいと思います。消しゴムは、こちらを戻して、こっちを使うことにしました。じゃ、まず、4本、ここに入れてね、4本をまず入れていきたいと思います。こんな感じで入りました。まあこれでね、4本は決まりました。まあ続いては、まあ、こちら側ですね。まあ、こちら側には、まず、コンパス入れてきてます。定規入れます。ハサミですね。まあ、そして小物の、入れてきます。じゃあ次はね、消しゴムですね。ここに入れます。そして修正テープもここに入れます。そして、この端っこの方にね、入れていきたいと思います。こんな感じで。じゃあ次はね、ジュースアップ入れます。入りました。そしてその横に、このスターペンたちをね、入れていきたいと思います。はい、来ました。こんな感じで完成しました。こんな感じでね、筆箱が完成しました。まあ、結構ね、自分の仕上がりもね、結構いいと思ってます。まあね、今回はね、ご視聴ありがとうございました。次はね、まあ、この筆箱の総額をね、計算していきたいと思います。まあはい、2段のね、集計作業が終わりました。ジュースアップが4本で500円ぐらいですね。工房節がだいたい1万円ぐらいです。安い工房がまあ1万6000円ぐらいです。S20 が2000円ぐらいです。で、オレンジゼロが3300円です。そして、このね、雑貨みたいなものが400円ぐらい。カベコが6000円です。で、ヘキサゴナルが3000円。ロトリが800円、9000円、8000円、3000円となっております。そして最後の筆箱が2000円となっております。まあこれをね、集計式でと思います。完成しました。まあ約ね、6万5000円ぐらいあれば、まあね、このぐらいの筆箱なら作れるということで。まあね、今回はご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ、さよなら。ありがとうございます。チャンネル。